さて始めましょうか。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、鈴木です。さあ魔王討伐に行こうかなと思っているんですけども、ちょっと魔人像のところに、地底にある中央廃坑の下にある魔人像のところへやってきました。前回終わって、あーちょっとあなたクジラちゃん、クジラ相変わらず死な、具合が悪くなって、治ったんですけど、相変わらず膝の上から離れなくなってしまいまして、今私のヘッドホンの線を噛み切ろうとしていた。もうすぐやるんだから。またコントローラーの調子が悪くなりまして、最初のこの Tears of the Kingdom 仕様のやつをもう一回引っ張り出して、だからこれ噛んじゃダメだってクジラちゃん、来る騒ぎ出したら来るのはどうして、ダメよ、こらみんな噛むな切るなもう本当に引っ張るなクジラあんた膝の上から追い出すよクジラいやだからコントローラーの調子が悪くなって、新しいの純正ではないんですけど、ちょっと使いやすそうなのがあったんで変えたんですけど、今度はなぜか弓が打てなくなりまして、弓だからどっちボタンかな、ZR が動きが悪くなったんで、で元のよく一番手に馴染んでいた純正のやつに戻して、だから噛み切るなおバカ、あんたそっち向かんでこっち向きなさい、こっち向きなさい、そうこっち向いて、そうそしたら線が気にならんで済むやろ。それコントローラー触っちゃダメよ。すいません、なんか始まった途端に騒がしくて。じゃあこれはちょっとスティックの調子が悪いんですよね。私なんかコントローラー壊すの得意みたいですね。魔人像のところにやってきて、ポーが溜まっているので、最後の用意として、まあね、ここら辺の衣装とかもね全部揃えるほどあるんでしょうけど、やはり欲しいのは武器。これやっぱり線が気になるのね、ダメよ、ね、やっぱコードレスのにしないとダメかな。一応これをね買っておこう、買っておこうじゃない、もらっておこうと思うんすよ。盾ね、はい。でこれも一応、でも武器ポーチいっぱいだったような気がするんですよね。なんかこんなもんな、なおまあね、でまあ一応あとは爆弾花をもうちょっと10個ばかし増やしておこうかな。よし、これでもまだね剣とかこっちの体験とか変えられるんで、黄昏の体験とかもいいんすけどね、やっぱ一番これが気に入っているんですよね、鬼神の体験。まあ今持ってると思うのと武器ポーチが多分いっぱいだと思うので、武器ポーチいっぱいだよね、あここじゃわからん、ここ盾はあるんだけど、あ、武器ポーチもう一つ空きがあるな。で、いらんやつも結構あるな。これはなんだ？あ、
これ拾ったんだ。拾ったんだ。じゃあ、すいません。体験はもう一つください。それで準備ができるかな。自分の体験をもう一つ捧げる。よし。はーい。ということで、ちょっとスティックの調子が悪いけど、これでいこうかなと思います。どっちにしろ、次、ブレス・オブ・ザ・ワイルドやりたいんですけども、ブレス・オブ・ザ・ワイルドパッケージ版を買おうと思ってるので、その時に一緒にコントローラーも買おうかな。なぜパッケージ版に、ダウンロード版でいいじゃないかと思うんだけど、どうしてもこの年齢の人間、パッケージにこだわるんですよ。まあ、こだわらない人もいるでしょうけど、昔からほら、レコード版とかね、大きいジャケットとかにこだわりを持って、集めてきた癖があるんでしょうね。やっぱどうしてもパッケージ欲しいんですよ。だからって、このパッケージが棚まったからってなんだって言うんだみたいな。しかもな、まあ、買って、スイッチのゲーム買って初めて気がついたんですけど、スイッチのゲーム本体、まあ、ゲーム機に差し込むやつですね。メモリー。小さいんですよね。パッケージ結構でかいですよね。DVD のと同じぐらいあるんですよね。まあ、それもまた嬉しいっちゃ嬉しいですよね。これがメモリーの大きさに合わせてものすごく小さかったら、ちょっとショックかな、みたいな。そこそこパッケージ大きいので。さて、あとやり残したって、このね、スティックが少し微妙に動くっていうのが問題なんですけども、地図で、あともう一つ行きたいところが、コログの森。コログの森に行って、お久しぶりの、完全に無視してたやつが一人いるんですよね。なんか、一応重要キャラなのかな。コログの森の霧って晴れないんですかね。いつまで経ってもなんか、コログの森の中入ろうと思ったら迷うんですよね。こいつこいつ、こいつこいつ。踊りたいなー。ポックリン。コログの実を全部集めることはしないけ、できないようだけど、コログの実持ってるよ。コログの実くれたらお礼にポーチ大きくしてあげるけど、どうかな。はい。キュルローン。じゃあ、どのポーチを大きくしちゃう？もう縦ポーチしか大きくできないんすよ。15個。はい、どうぞ。はい。じゃあ、大きくしちゃうね。はい、押してちょうだい。うるせえ。本当に気やかいやつだな、お前は。盾あんまり持ってないという。はいはい、ありがとうさん。もう最後だよ。大きくなった。あなたなった。大きくなった。盾ポーチ。キャッキャッ。はい、オッケー。終わり。持ってるね。もっとポーチ大きくしようよって言ったって、多分大きくできないだろ。あ、縦ポーチまだ大きくできるんだ。武器ポーチはもう大きくできないよね。弓ポーチも大きくできないよね。あ、縦ポーチだけか。一番いらないものが余ったわ。ほんじゃ、またね。またね。バイバーイ。ということで、まあ、最後にこいつに会っただけ、まあいいかというところで、さあ、魔王討伐に向かうかな。ハイラル城に行けばいいのかな。あ、そう。多分、一応、監視砦に一回戻って、
かなかなか いざとなると、行くの勇気がいるなぁ。で、感覚的にはもう魔王討伐に行ったらさっさと終わって、やったー終わりーで済むようなつもりでいるけど、実際そんなに甘くないような気もするんですよね。PM 40分か、久しぶりに避難号で休憩をとって朝にしていこうかな。あ、料理もしていこうかな。おー、ビューラーいるよ。よいしょ。朝まで。目覚めましたね。よし。で、あと料理もしようかな。ここで久しぶりに料理。で、私、最後の最後になって気がついたんですけど、多分地底に行くので、ここらで作れる料理を選ぶというのをすると、材料が足りてる分はこれで簡単に作れるということを知りました。おい。さて、料理も作ったし、朝になったし、ハイラル城へ行く。さあ、歩いていく必要ないと思うんだけどな。確か、ハイラル城の、深穴、一回も入ったことないんすよね。その深穴がどこにあったか忘れたんすよね。どこだっけ、あの深穴。どこに行ったらいいんだろう。ハイラル城に入る必要なかったと思うんすよね。深穴。あれ？あ、そうだ。もう一個なんか忘れてたような気がするので、ここに帰ってくればいいということなので、とりあえずちょっと出かけ。ご近所の馬宿。やってるうちに、ああ、あれもやっときたかったな、あれもやっときたかったなって思い出すんですよね。気持ちはもうすでにブレワイがやりたいっていう気持ちなんですけど、これを終わるのもなんかちょっと残念なような、寂しいような、もうちょっと、あ、ミロヤンさん、いろいろ。いつもここに来て聴いてたな、楽団の演奏。一番最初、大王星様の、苦労しましたもんね。大王星様、あれからたびたび会いに行っておりますが、もう服の強化するのも、もうある程度着てる服が、雨にも負けず、はい。会いに来ました。はい。買う。ありがとね。よく
物を売ってルピー貯めたよね。さあ戻ろっか。ミロヤンさんにも会えたし、テリーにも会えたし。よし行こうかな。で地底に向かうので服はこれにしておりますが、どうしようかな。その頭巾をかぶるとね60まで上がるんですけど、正気ガードもいいんですけど、なんとなく今は琥珀の踏み飾りをつけてます。こっちにしようかな。でもこっちの方が強化できてるんですよね。ああ、これを強化すればいいのかな？できるのかな？うん、ということでちょっと大妖精さんのところに行ってきますなかなか前に進まない。大妖精様、お久しぶりです。こないだ来たけどああ、相変わらず美しい。あ、セミまで来た。クジラ、ここにセミはそこにいなさい。君まで乗ってきたら私の橋は折れる。さ、はい。あ、強くする。これは、あ、ダイヤモンドと火打ち石があれば OK。あ、OK。酒臭そうだな攻撃力アップ、やったー。はーい、はーい、あー、まだ効果できる。はーい、照れるな、リンク。よっしゃ。そういえば今の状態で賢者たちに会ったらなんて言うんだろう。ユンボ社長、5人目の賢者のこと何か分かったから。分かったよ。え、ゾナウ族？魂だけごめんゴロ、ちょっと想像もしていなかったからびっくりしちゃったゴロ。でもこれで賢者が5人揃ったってことゴロ。いよいよ魔王討伐ゴロで、なかなか行き着かないんだ、いろいろあってでもおそらく魔王もこのことには気づいているはず。いつどんな攻撃を仕掛けてくるかわからないゴロ。多分仕掛けてこないと思うプレイヤーがおろちょろしてる間は今まで以上にもっとシティの見張りを固めないとダメゴロね。リンクも油断しちゃダメゴロ。油断したっくりです、しまくってます今襲ってこられても何が何だかわけわかりませんさーてと、よっしゃー、何回ここを往復して何行き来してんだろう。おーい、門までたどり着かんってどういうことよね。まあ、地下に入るから、そうだから地下に入るから地底に入るので正気があるから正気カードのついた服をつけたいんだけど、攻撃力がアップしたいのでダイヤモンドの、あ、これ開けるの、これがいるんだった。
ダイヤモンドの髪飾り、頭飾りが攻撃力アップだったので、それをつけていこうと。琥珀でもいいんすけどね。そういえば琥珀の強化ってできなかったんだっけ。琥珀って12まで開けてるよね。まあ同じようなもんか。こっちで十分。今からまた星のかけらを集めるのもちょっと嫌かなとかね。やっほー、なんかここら辺からも入れるようにはなっていたけどな。こんなところからじゃなかったもんね。あの深穴、全然入ってない深穴があるんで、そこは行きたいんですよね。さあ、ハイラル城の深穴。コログの森？違うな。なんじゃこりゃ。なんかぶつかりそう。正気の脈動、あ、動脈。正気の動脈。おなんじゃこりゃ。こんなとこにたどり着いたぜ。あ、え、気がついたら魔王様すぐそこ。あ、なんかあった。あ、ライクライクだ。ライクライクですね。これは無視していっていいのかな。もしかして無視しないと戦うところないもんな。お前は誰だ。拾ってる場合じゃないよ。あ、なんか開けたね。あ、OK の盾だ。やった。だからその場合じゃないって。これ、これ、これ、ホラブレン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 。よいしょ、レイケリ、よいしょ、よいしょ。はい、OK。いや、拾ってる場合じゃないって。
とどっかいなかったか、相手どっか方向が違った、どこ、あ、あっちか、お前だ相手、ライクライクの石何にも使わなかった、いらない、よいしょ、まだかお前、しつこいな、ラブリンの角、キモ角、よいしょ、ラブリンの爪、ゾナルーム、ところでどこに進めばいいの、進むところが、よいしょ、おリザルボーが壊れた、王家の弓持ちますか、まだまだいるんだ、爆弾花じゃなくて登るのか、いや落ちてきたのか、道が分からんぞ、あこっちか、よっよっよっ、不穏な音がするな、よいしょ、あ、まだいる、あ、まだいる、あ、まだいた、エレキケース ありゃんま、あれって白銀じゃん、いるんじゃん、ということで今日はこの辺りで終わろうと思って、さ、ここら辺さ、ワープマーカー使えるのかな、よし、さすがにもうここにワープマーカーは置けないんだ。あー、ということで一回セーブ、セーブ、セーブ。ということで今日はこのあたりで終わろうと。どこから弓振ってきてる？どこから？あれは何？ということでご視聴ありがとうございました。続きますっていうか、うん、次は多分ライネルと戦ってますでは続きます、ではではまた。